今日さっきの交差点右って言うときはそのまますんなり行けたじゃん。わかねえ。わかねえ。いいね。はい。はいはい。独特な向きだねこれ。真ん中広いね。高速でも走ってるのかと思ったら何もないじゃん。何これ、何のスペースなの。ただの空き地になってんだけど、謎だ。ガッツリ段差作ってありゃ、よいしょ。これ車庫タンアウトですね。あ、拡幅工事やってるのか、なるほどな。じゃあいい道になるんでしょうね。およそ300メートル今は思いっきり段差作ってありますけど、これ車線広げたところでこの段差あったら全然あれですけどね。さすがに段差あったから取り除くのかな。でここ右方向です。右ね、はい、右ね、はい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 どうせドン付きですもんね。日野病院。日野病院。あら。お。オッケー。大きいね。お、南海電車が走ってるってことはだいぶいいらへんに来ましたね。三日市町の方に向かってたね。これ高野線か。おお、多分今の終電でしょうね。三日市町行きなんて走るんですね。これ、あ、駅がある。およそ200メートル先、分岐を右方向です。おお。これ何駅？マップさんの細い道と鳥、すっげえ細い道か、とにかく有料道路かっていうゼロサム方式なんですね。うん。ああ。まあ、腰引き。およそ200メートル先、右方向です。右。これか。はいはいはい。右方向です。その先、右方向です。狭山池。ああ。これ、河内長野市かな？ああ。あれですね。ナビタイムの友情のやつ入れようかな。無料でも案内をしてくれるみたいですからね。これで仙北のニュータウンですから、仙北高速鉄道とかが走ってるあたりの方ですね。ってことはもう岸和田は近いな。ほぼその横ですもんね。次だよ。シャワー浴びて準備したら2時ぐらいか寝れるのこれ。おお、早めにとっととシャワー浴びて準備しよう。五砂路か。まさかこのまた細い道じゃねえだろうな。カラオケ屋さんあるんだ。
ですね。めっちゃ広がってますね。なんでかーい団地が。これ西北ニュータウン？広いですね。多分これが西北ニュータウンなんだろうな。おー、そしてすっげえ下り。これわかりますかね。アクセル全く踏んでなくても加速してきますもんね。およそ 500m 先、左方向、出口です。左って言ったよね、今。右方向です。その先、U ターンです。U ターンです。その先、左方向です。ん？左方向です。死ねえぞ、無理だぞ。およそ600m先、右方向です。やっべ、タイムできねえぞ。ここ右でいい？ここ右？これどこ？でかい駅来たけど。これ泉北のあれか、泉北高速鉄道の駅か。泉ヶ丘。来てますね。そうですね、これが多分泉北高速鉄道、そうですね、泉ヶ丘駅のあたりですね。あーみたいですね。やっぱナビ頼りは厳しいですね。あ、このでかい道に出ようとしたのね。じゃあ降りる必要なかったんじゃないの？ここも工事中ですか？危ねえ。怖え。この泉北高速鉄道に来た。あ、まだ終電残ってんだ。なんですけどね、まだ最後ギリギリ帰ってこれるんですね。あ、残業しまくるサラリーマンの味方っていう感じですね。すごいな、すごいな、この時間まで来いてるのはすごいな。それにしてもちょいちょい謎案内がやっぱりありましたね。なんだったんだろうな。やっぱしナビ入れる前に、ある程度行くところを決めとる場合にはやっぱ地図を頭に入れとかんと飽きませんね。と Google マップだとなんかその辺りに土地感が湧きにくいんですよね。あ、本当は走ってる走ってるわ。泉北高速鉄道ですね。泉北じゃなくて泉北だったんですね。そうです。でも私北って読んじゃいますね。あれ、酢の肉が取れそうです。もうだいぶ限界来てます。あ、ここ車両基地になってんだ。いっぱい止まってる。 100m 先、分岐を左方向です。分岐左か。3キロ先は右に曲がらなかみたいですね。どこかのタイミングで
違う、全然分からん。まだこれはまっすぐだよな。なんか思いっきし工事やってる感じですけど大丈夫？思いっきし工事やってるけど大丈夫？あら、これで泉中央駅ですね。あら、思いっきし工事やってますけどね、まあ、大丈夫、道は合ってるみたいですんでね。左に寄った方がいい、やられた時あるんですね。さすがにこれは想定しなかったな。ここでこんな工事やってるのは私も想定してませんでした。また、あ、ロータリーの辺りをガーッと回復してるんですね。おー、これはすごい。っていうか、この辺りから全部、この辺りから全部、あれなんですね。おー、なんか走ってきてる。僕とうどんとカツオだし、逆に、まあ、この辺り昆布だしなんで、カツオだしって珍しいですもんね。へぇ、やっぱり死亡事故と発生するらしいですよ。考えくるわ。で、どこで左、どっか右か。お、岸和田の文字が出てきましたよ。よし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 、やっとく、やっとくさ。紆余曲折を得まくって、なんか予定より30分ぐらいディレイしてますけど、ここのなんとか着きましたね。まあ ETC 忘れたのが一番でかいな。これ高速乗っ取ったらもう今頃余裕で、風呂も浴び終わってできてる頃ですもんね。およそ500m先、右方向です。はい、暗くてすっごい道の距離感がつかめないですけど、ガードレールのこっち側に溝が掘ってあるので気をつけないといけないですね。はあ、で、これ右ね。はあ、滝の湯。はあ、いいな。じゃあ、温泉いいな。温泉あんだ。700円っていいな。いいな。でもこの時間絶対やってないですもんね。ああ、腰が爆発しそうや。腰が。これが、二つ池ね。はぁ。っていう交差点らしいですよ。なんか足が限界じゃぁ。きついなぁ。これきついなぁ。言うて結構長いこと、まぁ、針でちょっと休んだとはいえ、ズトンと言ってますからね。痛った。もう吉野家も中も、でもここやっぱセルフでも157円ですもんね。やっぱあれだ、四日市入れといてよかった。あの亀山でしたけど、あっちの方で入れといてよかった。やっぱ相場あっちの方が10円安いですね。大きいな。ラムーンもありますね。なんとでもなりますね。まあ今日はもうたらふく食ってるんで、もうほんと腹くくれてるからとっとと寝たいんだ。これ道なりで快活クラブが出てくるらしいんですけどね、どうも。あ、すき家もある。あとは松屋だけですよ。松屋以外はポンプしてますね。ここで、およそ400m先、左方向です。左ね、はい、左方向です。その先、右方向です。お、左、
工場のど真ん中ですけどね。すごいな。この道の沿いなのかな。およそ300メートル先、右方向です。うん、細いね、相変わらず。ナビ代分の有料入れるか。右方向です。これさっきの道じゃね。おう、右。はい。およそ200メートル先、目的地は左側です。快活クラブが右車線側にあるから、こっちからぐるっと回ってねっていうあれだったんですね。そういうとこは気がつくんですね。ああ、見えてきました。快活クラブ。ああ、なかった。これあれか、旧コートダジュール店っぽいから、結構、限りと希望を起こしそうありそうですね。よかった、よかった。よし。目的地は左側です。はい。お疲れ様でした。ああ。あ、混んでないね。今回イベントがありますからね。どうかな。イベントの同じように考えとる人がね、多いかなと思ったけど、駐車場もかなかなですし、大丈夫そうかな。まあ、大体鉄道で来る方が多いと思いますね、今回は。よし、完了。とりあえず、あの件はレビューでちょっと Google さんに報告入れときましょう。まあ、何はともあれなんとか着きました。岸和田今城店でしたっけね。はい、この時間に来たの。